西スタジオです。今日の映像も韓国の事務所のオーディションに関した映像です。映像を見ながら、知りたくなったこととか聞きたいことがあればレビューを残してください。お話を申し上げる範囲の中で、できるだけ編集をしております。また映像が面白かったらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。外部の方が最終合格しましたっていう内容の映像なんですけれども、今日お話しする参加者は2005年生まれの方で、富山県に住んでいる女性の方です。この方は、私は5月に大阪であったフレディスのオーディションで、初めてお会いしました。フレディスのオーディションですけど、参加者が150人もいたので、その時こう1から5まで5人こうやってこう並べさせて、1人がやってる時にその残りの4人が、2人ずつこう横で待ってるっていう感じでしたが、そういうことでちょっとこう間の時間をできるだけ減らす、間がこう人が多い時にはそういう感じでやったりします。この参加者は、結構後半の時に参加してたんですけど、5人こうやって並んだ時も結構一人だけオーラが違ってまして、ちょっとこう過大な表現かもしれないですけど、ちょっと輝いてました。そうです。現場でも私たちが見てもすごくいい印象だったので、フレディスの担当者は、カメラの画面でこうやって見てるわけですので、担当者の方にちょっとこの方現場で見てもすごくイメージが良いので、ちゃんともっとちゃんとこう見ていただいたらいいんじゃないかな、ちょっとそういうアピールをしたりとかしました。ダンスをしてもらったんですけど、ダンスも良くて表情も良くてビジュアルも良くてって感じで、プレディス、1時を通過をして、その、2時に行くための追加資料を私たちの神戸のスタジオで、撮影をしたんですけど、富山から神戸まで来てくださって、本当にお疲れ様でした。この、追加資料を撮影してその会社に送ったんですけど、残念なことにその2時に進むことはありませんでした。私たちもすごく残念で、せっかく資料もできたので、スタジオで撮ったやつですね、なんとか役に立ちたいなっていう思いで、その、いろんな会社に資料を送ったんです。でその中から一つの会社がすごく興味を示してくださって、すぐミーティングがしたいんです。それで個別のポジションとミーティングを兼ねて行いました。ミーティングが終わった後、会社はもうすぐ練習生契約からしたいですっていう連絡をもらいました。そういう、ミーティングしながら韓国側からいろんな質問があって、私が通訳して、それで自然といろんな話を伺うことになったんですけど、結構感動的な話も多くて、一つ覚えてるのが、参加者の方がこの個別オーディションの時に、膝のところに尻尾を結構張ってきたんですね。でそのダンスが終わった後、韓国側がその足を怪我したんですかって聞いたら、怪我はしてないんです、ただ今日踊る振り付けの中で膝をこうやって膝をついて地面にこう回すような振り付けがあるので、それを上手にするためちょっと尻尾を張ってきましたっていうところがちょっと印象に残って、結構頑張って準備してきた方やな、いい印象を受けました。と名前は言えないんですけど、結構韓国の大手事務所、韓国の日本にある大手事務所とかにも10ヶ月間練習生生活をしたそうです。やはりよくオーディションを受けて通過して最終合格もらったりして、しかもまた練習生生活をちょっとしたことがあるっていう方々は、やっぱりちょっと言い方あれなんですけど、一般の方とはちょっと違う感じがしますね。雰囲気もそうだし、ビジ
ジュアルもそうだし、現在は本格的に韓国に行くための準備をしてます。練習生契約書も進めておりますし、会社からですね、韓国に来るまで日本でできるだけ最大限韓国語を勉強してきてほしいっていうのがあったので、その韓国語をその私たちの方の講師が個人レッスンでプライベートレッスンで今対応しています。やはりその本人たちもこうやって会社に合格して、会社の人たちに直接韓国語を勉強してください、韓国語の重要性とかをこうやって聞くと、やっぱそういう韓国語勉強に対する意識とか覚悟がすごく変わる気がしますね。何をしても本人がやりたいとか本人が心から必要だと感じれば意識も変わって、勉強とか、まあ、何でもそうなんですけど効率が一気に上がるような気がします。で、韓国の会社からそのビザ関係でその書類が到着したら、富山に住んでる方なので、富山管轄の韓国領事館を調べてみたら新潟にあるんですけど、そこに行ってあのアーティストビザをもらうっていう流れになります。 E6 ビザっていうのがあるんですけど、韓国で、まあ、練習生もそうだし、アーティスト活動してる外国の方は全てこの E6 ビザを取得して向こうで活動して、いわば稼いでます。普通、まあ、そんなにアーティストビザは申請が多くないしあんまり混まないので、だいたい申請してから3週間ぐらいで出ます。保護者の方がですね、その領事館一緒に行ってほしいっておっしゃってたんですけど、ちょっと私はどうしても新潟まで行くのが関西の合格者の場合は、まあ、大阪の韓国領事館とか神戸の韓国領事館は今まで結構一緒に行って手続きをあのヘルプさせていただいたことがあります。とにかくご本人がその、まあ、有名な事務所で10ヶ月間練習生をして、まあ、でも結局うまくいかなくてオーディションもまあ落ちたりとかして、ちょっとこうもどかしい、まあ、うまくいかないなっていうのがあったはずなんですけど、こういう形でもうまくいってよかったです。デビューしてたくさんのファンとかを作って、その楽しませてくれる素敵なガールズグループになってほしいなと思います。僕のポジションに関することをいろいろレビュー残してくれたら、そのお答えできる範囲の中でお答えさせていただきます。でも、まあ、レビューもいいんですけど、まあ、やっぱり私たちと早くこうつながってあのレッスンを受けていただいて、私たちからのこういうあのオーディションに関する情報とかご案内とかを受けて、それをこうまずやってみるということから始めてほしいなと思います。まあ、やっぱり行動してからその次の課題が見えてきますので、聞くのもいいんですけど、まあ、聞いて知識は深まるんですけど、行動が一番大事かなと思います。動画を見てくださってありがとうございます。映像が面白かったらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。オーディションクラスっていうのがありまして、募集しておりますので、お気軽にホームページとか LINE とかにお問い合わせください。よろしくお願いします。サンビダ、お疲れ様でした。